こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メトロポリタン美術館のコレクションの続きです。こちらは花瓶だそうです。ティファニーの制作のようですね。ちょっと大きく、大きな画面で見てみましょう。はい。はい、すごい色合いですね。これは茎をイメージしてるんでしょうかね。 だとしたら花が生えそうですね。はい。いいですね。はい。閉じます。はい。次、こちらは、えー、まあ、階段の一例という感じですね、えー。シカゴの証券取引所のビルのものだそうです。はい。こちらは、まあ、アート、 いや、そのテクニックや、えー、飾り付けといったようなものが描かれた本のようです。はい。こちらはですね、子供と、あと、えー、看護師さんがいるという絵です。これはティーポットですね。はい。おしゃれですね。ちょっと大きな画面で見てみましょうか。 えー、いいですね。なんか、蛇のような口でね。この、この持ち手も、もうなんかこう、ちょっとこう、工夫がありますよね。こうね、最後のここまでね。はい。面白いですね。はい。閉じます。はい。こちらは、タヒチの人の顔ですね。はい。ゴーギャンのスケッチ画ですね。はい。こちらは ボストンのパブリックガーデン。私も行ったことがあります。はい、そこにいる女性を描いたものですね。はい。はい。こちらはメトロポリタンミュージアムのアートブックです。こちらとこちらとこちらすべてそうで。 描いた方も同じ、描いた年も同じです。はい。これはポニーが競争をしているところのようですね。はい。はい。これはですね、ネイティブアメリカンのもので、まあなんかお人形のようですね。はい。これは赤い橋が描かれている絵です。これも メトロポリタンミュージアム自身のアートブックです。これはお面だそうです。ネイティブアメリカンのものだそうです。はい。これは、えー、踊るものだそうです。ネイティブアメリカンのものです。ネイティブアメリカンの発想力ってすごいですね。はい、これは何かを倒す。 人と馬の様子でですすここれかっこいいですねちょっと男の子としてはちょっとかっこい,いさを感じるのでちょっとでかくしてみますねすいません私の趣味でいやかっこいい前足がかっこいいいやーカウボーイじゃないですかよく見たらガン持ってるじゃないですかいやかっこいい 尻尾も触れて風に、風というか自分の走る速度によって風が発生している。そういう感じですね。たまりませんね。はい。じゃあ、閉じます。はい。これは手紙を書いている女性を描いた絵です。はい。こちらは、えー、北の方の風景画、まあ、海の風景画になります。 はい。これはですね、持ち歩くためのカゴです。物を持ち歩くためのカゴです。ネイティブアメリカンのものです。これはですね、カリンバのような楽器ですね。はい。これはですね、笛のような、あ弓か。弓のような、あだから、バイオリンのチャチ板みたいなものですね。はい。一弦しかないんで。はい。これは、 えー、リポーズとあるのでまあ姿勢を直した姿勢をちょっと崩したみたいなそんな感じの絵ですはいはいこれはえー、まあタイトルはいいとしてまあ 海岸の砂浜の情景を描いた絵です。ちょっとタイトルはですね、この人の気持ちが入りすぎてるんで、この情景とちょっと合ってません。はい。なので説明は省きます。はい。これは、えー、ある方のいろんな仕事ぶり。まあ、多分芸術関連の仕事ぶりだと思うんですが、それを描いた本です。これは、 えーっとですね、狩人ですかね狩人の夢みたいな感じですね女の人がたくさんいますね夢をこういう夢を見てるってことですかねはいでこちらはえー、若い母親の像です はいこちらは首が浮いている川にはいそういうやばいああ英語では切り取られている首はノコギリで切り取られていると書いてありますそういう図に絵になります こちらは、えー、夫婦ですね。ご夫婦の絵です。細長いですね。はい。<laughs> はい、こちらは、えー、道、大通りの様子を描いた絵です。これは四季、春夏秋冬を描いたものです。ティファニーの作品だそうです。はい。 これはですね、えー、お母さんが子供に食事を与えているという絵です。はい。あ、これはリア王という有名な演劇がありますけども、それの一シーン、まあ最初のシーンですね、かなり最初のシーンを描いた絵です。はい。これはですね、ニューメキシコの えー、王様のストーリーを描いた本だそうです。はい、これはある少女を描いた本のようです。はい。これはですね、えー、っと、えー、っとですね、ムール貝や牡蠣オイスターですね。のいや あとは海藻類が乗っているかのように見せた絵皿です。はい。これはキューピッドの像ですね。はい。これは、えー、花瓶、もしくは壺ですね。木が描かれています。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。 さようなら。